いかがでしたか？少しの間舞台を離れることになった。そいつはまた急だね。あまり詳しいことは言えないが、あるものの探索の任を仰せつかった。隊を半分持っていく。それとイニシオ地方の案内役としてユージェンに来てもらう。え、ご指名？キャッ、嬉しい。気持ち悪い。え、ちょっと待ってください。私は、イエーイ、名誉のお留守番。そんな隊長、私を連れて行ってください。ああ、いや、しかし俺の独断では。これよりもお役に立ってみせます。へえ、大きく出たね。フリーデリンデ副隊長だな。あんたみたいな不真面目に隊長の隣は渡せないわよ。イニシオの案内できんのか？あんたの出身地。そうだよ、ユウ君の出身地だね。さて、リンダちゃんはできるのかな。この俺より詳しくうまくジークファイト隊長をご案内することが。いやー、できちゃうのかな。いやー、万能だね、リンダちゃん。見上げたもんだよ、リンダちゃん。すいません、できません。ユージェン、そろそろやめろ。はいはい。なんでリンダ相手だとそうなるんだ。こいついびっていいの俺だけだもん。これは俺の愛情表現の一つなんだよ。歪んでる。なあ、これは置いておくとしてだ。フリーデリンデ。はい。やはり俺の代わりは君しかできないと思うが、君には俺がいない間隊を任せたい。やってくれるかな？はい、万事このフリーデリンデにお任せください。じゃ、俺たちは準備があるから、これからいろいろ頑張ってね。フリーデリンデ隊長だ、イリさん。あ、ユージェン。ハーバよ、うっかリンダちゃん。ほら、行こうさ、ジーク。隊長、私頑張ります。だから、隊長も頑張ってくださいね。それと、あなたがジークハイト？あなたは、あなたがエレアザル様？そうよ、父さんから話は聞いてるわ。私はアリス、こっちは私の四年樹ガリオスっていうの。よろしく頼むぞ。おお、でっけー。でっかい。頼りにするぜ、大将。ん？無駄口叩かないタイプ？渋いね。渋いね。面白い人たちね。です。よろしくお願いします。
よろしくね。あ、俺はね、お主、それ以上主に近づくことは許さん。なんで？お主は横島な気を放っておる。どうしよう、ジー君、いきなり嫌われちゃったよ。なんなんだ、その呼び方は。あー、ジー君、どれだけ俺が貧困、法制、人畜無害な好青年かを彼に存分に伝えておくれ。さあ、今すぐに。こういう男です、ジー君のイケズ。なんか楽しくなりそう。あ、そうだ、私もジークって呼んでいい？どうぞ。よろしくね、ジーク。気をつけろ、近くに何かおるぞ。大きな街道から外れるとすぐこれね。ミーメル、下がって。ミーメルも戦う。危険だから下がるんだ。ちゃんと言うことを聞くんだろ。ちゃんとするって言った。ミーメル、ちゃんとする。ミーメル、ちゃんと、ミーメル守る。自分の身は自分で守るとな。大した娘だ。おい、ジーク、こら無理だぜ。ユージェン、ミーメルを頼む。はいよ。まだ迷っておられるのですか。迷っていないといえば嘘になる。マキ、それは心を映す鏡でもある。その美しさゆえ心奪われ、その強大な力ゆえまた心奪われる。人は己の中に必ず弱さを秘めている。それは神も例外ではない。アルウィディア・ディウス、神々の嫉妬の戦いですか。アガレストが二分されるきっかけとなった神と神の戦い。バルナをめぐりレニオンとカオスが戦ったというあの戦いか。一言で表せばそうなるかもしれん。だがそこには神々の様々な思惑があった。それは我々が語ることではない。ですが、神ですらそうであるとすれば、私たちはその弱さを克服せねばなりません。強さを手に入れるということとはどういうことか、考えたことはあるか。神はなぜ人に弱さを与えたのか。弱さは時として強さになります。
己の弱さを知るからこそ、強さとは何であるのか知ることができるのですか。しかし同時に神は私たちに強くなることも望む。だからこそこのような試練をお与えになったのです。なればこそ弱さを克服し強さを手に入れる必要があるのです。確かにバシュタールの言う通り、弱さは時に強さともなります。しかし弱さはやはり弱さでしかないのです。奴らは決してその弱さを見逃すことはありません。力がなければ何も守れはしません。むざむざ倒されるのみ。魔気は強大な力を有します。それゆえ一度扱いを誤ればこの世界をも滅ぼしかねません。だからこその我らラルバです。魔気の力を制御し正しき使い方を示しましょう。そして打ち勝つのです。この戦いにハスカリヌ復活は大きな賭けとなるでしょう。ハスカリヌの封印は山脈そのものとも言えます。それでもハスカリヌを復活させるべきです。この世界を一つに元の姿に戻すのだという強い意志を神に示すのです。さすれば光は我らを照らし導くでしょう。光り輝く世界へ。正しき行いをなすに時に痛みを伴わねばなりません。そうだな。ただすがるばかりでは神も我々を見捨てようというもの。神の子として恥ずかしくない振る舞いをせねばならんな。その通りです。子はやがて親を超えるもの。我らが成長した姿を示し神を安心させましょう。